皆さんこんにちは。この間福島に行って、すごく恐ろしいところだった。だからなんていうの、 それ見たらもう帰りたかった、沖縄に。もうやめようと思って、いろいろ頭の中にいろんな言い訳、もう寒くなってるし、服が足りない、毛布もないし、暖かい毛布ないし、まあ、体の具合が悪い、肩が痛い、膝も痛いとか、いろんな言い訳作った、頭の中に。だけど友達がそれのビデオを見て、私にすぐ電話し、LINE で電話して、やめないで、頑張って、言った通りしなさいって言われた。だから、まあ、彼は、まあ、彼の言葉、合ってると思う。だから今東京にいて、ちょっとプラン B を作ったね。プラン B っていうのは、もうあったかい服、息子からもらって、もう一つの毛布、娘にもらって、まあ、福島に戻る。福島越えて仙台、青森まで、で最後に北海道まで頑張ります。ギブアップはできない。もう ここまで来たから、今ギブアップしたら何にも意味ないと思う。